リオグランデの鳥では、1950年制作のアメリカ映画、ジョン・ホード監督作品。ジョン・ホード監督作品の中のアパッチ砦・鳥で黄色いリボンと並んで、騎兵隊三部作と評される最終作。主演のジョン・ウェインがアパッチ・鳥でと同じくカービー・ヨークという名前の役柄を演じており、本作はアパッチ・鳥での続編とも言える作品となっている。しかし、 フォード本人はこの作品を作る予定は最初はなかった。1936年に企画した静かなる男を制作するために、フォードは B 級映画専門のスタジオであるリパブリックピクチャーズと3本の映画制作契約を結んだ。しかし、当時の社長であったハーバート・ J. エイツは、この芸術色の強い内容である静かなる男の制作に対していい顔をしなかった。しかし、 フォードは負けずに訴え続けイエーツはついにこ負け。しかし、条件としてまず映画を一本撮って、それが大ヒットしたら、静かなる男の制作を許可すると提示した。早速フォードはアパッチ取りで、黄色いリボンと同じく、ジェームズ・ワーナー・ベラの短編小説、記録なき作戦行動を検索に赤狩りに巻き込まれ、仕事を干されていたジェームズ・ケビン・マクイネスを脚本家に任命。 当初は、リオブラボーという名の仮タイトルをつけ、夫婦愛や家族関係などのエッセンスを盛り込んだ。キャスティングも、ウェインの妻役に、静かなる男でも、女房役となるモーリー・オハラを起用。このウェインとオハラのコンビは、息の合った演技を見せ、静かなる男だけでなく、わしの翼、マクリントック、100万ドルのケツとでもそのコンビネーションを披露した。しかし、イエーツは、 本作の制作費を、アパッチトリでの半分である123万8000ドルしか出さないばかりではなく、さらに制作費を削減した。そのせいで、ベン・ジョンソンとハリー・ケリー・ジュニアは出演料を値切られた。上に、無情にもイエーツはフォードに制作費をさらに2万8000ドルの削減を言い渡したばかりか、カメラアングルや俳優の衣装にまで注文をつけ始めた。頭に来たフォードは、 イエーツが撮影現場に見学に来ると撮影を中止して反抗したという。なお、ベン・ジョンソンとハリー・ケリー・ジュニアは2頭の馬にまたがるハイレベルな乗馬術であるローマ式立ち乗りをフォードからマスターするよう命じられる。二人は3週間でこの乗馬方法を身につけ、撮影ではノースタントで挑んだ。結果的にこの作品は大ヒットしたことによりフォードはようやく 静かなる男の制作に取り掛かることができた。ありがとうございます。